皆さんどうもこんにちは、コートン JP でございます。はい、珍しく顔なし登場っていう感じですね。で今回僕の顔はありません。何を付き合えるかというと、僕の初期の動画からもう下から行って、もう1個目か2個目かそれぐらいに、2個目か3個目ぐらいかなやってた、これだけじゃ分かんないよね。ただちょっと用意してたんですけど、これそしてこれ、はい、覚えてますか、覚えてますかっていうか知ってますか。はい、こちら、ミニブロックシリーズです。まあ、レゴってあるじゃないですか。そのアメリカのメーカーがどこのメーカーかちょっと分かんない、メーカー自体は分かんないですけど、レゴをちっちゃくしてバージョンですね。それの2つを紹介、今これで見せてますけど、今回作るのはこっちです。プチブロックの方です。で、このプチブロックっていうのが、ダイソーさん、はい、ダイソーですよ、ダイソー。皆さん知ってる100均の中では多分一番有名なのかなの、ダイソーで買ったもので、こっちのそれが、プチブロックっていう名前。そしてこっちがマイクロブロックですけど、こっちは、まあ知ってる人と知ってない人いると思うんですけど、僕の経験上ではよく松本に居ついてる、はい、松本の中か外か分かんないですけど、もう松本の近くにあるのがあれでね、100均の店、あと単品でも加えてますね。それが、セリア、はい、ちょっと、おしゃれな雰囲気のセリア100均ですね。食品とかは置いてないけど、こういう雑貨とかあとその工具とかそういうのに結構たけた100均ですね。はい、ダイソーでも一応売ってるんですけどね、うん。で、今回作るのはこちらのプチブロックの方で、作り自体ほぼの方同じです。はい、やけど、まあ、パーツがあれやっぱ違うので、ちょっと見てみたら分かると思うんですけど、こっちの方が、マイクロブロックの、余ったパーツですね。はい、やっぱりその細かいものなので、どんなものに関しても絶対余りが出るんですよ。その余りを、まあ、保管しておくためにこういうものを買ったって感じですけど、まあ、これ2つも100均で買ったんですけどね、見せはちゃうけど。で、こっちの方が、マイクロブロック、まあ、つまりこれですね。はい、これの余ったパーツを保管してて、こっちが、プチブロックの余ったパーツを保管してるって感じですね。ケースとしてはこっちの方がいいね、形的にもいいんですけど、小型だしね。やけど、まあこの間が入らないですよね、うん。だから最初に買ったのはこっちなんですけど、次に買ったのはこうやって買ってけど、で、例えば、こっちの4パーツですね、細い4パーツ、これと2パーツ、これありますよね。はい、この2パーツ実は互換性ないんですよね。裏見れば似てるんですよね、そっくりなんですけど、こういう感じでそっくりなんですけど、実はこっちの方がね少し小さいんですよね。これはめてみれば分かると思うんですけど、こうやって完全に動いちゃうんですよ。はい、動いてサインポロッと取れちゃう。逆にだから逆に蒸してもほらこうやって大きさこっちの方がちっちゃいので、はまらないっていうね。はい、はまらないんで互換性は基本的にないです。ただ1パーツは互換性使ってて、そのタイプっていうのが、この裏の、多分これレゴを使ったことある人やったら分かると思うんですけど、こういう、維持者どこにでもとつけれますよってタイプ。これに関しては、例えばこれも、同じパーツあったっけ、同じパーツこれか、はい、まあ、ちょっと色は違いますけど、はい、これ、はい、こういう感じで、こっちも、色が分からんな、分かりでしょうか、明るいでしますけど、はい、こんな感じで、これに関しては一応互換性あります。これひっつけると、はい、ちょっとパチって言って、これひっつきます。このパーツに関してはちゃんと互換性あるっぽいですね。逆にしても、ちょっとひっつけづらいかな。うん。そうですね。やっぱこっちの方がちっちゃいので、ただこっちに、これをなんか下につける場合は、ちょっと無理やり感はありますけど、止めつけないことはないって感じですね。だけどまあ、基本的に互換性ないので、あまりおすすめしないです。はい、そんな感じかな。はい。はい、で、実はその、さらに種類があるんですよね、これ。はい。実は、ゾッチクね、こちら僕はね、最初も知らなかったんですけど、でもなんか、これの、金の動画見てみたら、別になんか、名前忘れたんですけどね、ナノブロックだっけ。なんか、ナノブロックかちょっと忘れたんですけど、言ってしまえば、その、本家なのかな、それとか、なんか、神社とか、めっちゃ作れるらしいんですけど、ちょっとポケモンともコラボしていて、なんか EV のやつとか最初のやつで言うと最初のポケモンのやつとかそういうシリーズもあるんで、どっちかといえばそっちの方が OK なのかなと僕は思ってます。勝手に違ったらすいませんですけど、はい、だけどまあそっちの方が値段は高いんですけど、こっちは100均でさらにそれを再現したという、まあ、画期的なやつですね。ただ、当然ですけど、これ本店なので僕の手で買うねしないですけど、まあそうか、まあ色々にあるやつ使えばいいか。はい、これが言ってしまえば僕の手として比べてこの感じのサイズです。はい、こういう感じで。
例えば、これあのパナソニックの、DVA で、まあ今は多分でも大きさは同じだと思うんですけど、DMR-BW1050 のリモコンとサイズ比較してみましょう。はい、こんな感じのサイズ感です。一番下から、検索とハードディスクのやつ比べるとこんな感じの大きさ、この決定ボタンと比べてもこんな感じの大きさなんで、無論これをやるためには相当目がいい人じゃないと厳しいと思います。僕もさすがにこれを組み立てて難しいので、まあ今はメガネしてます。はい、さすがに長いだと見えない細かすぎて作業はできないこともないんですけど、やっぱりぼやっとするので、もうそれは厳しいので、はい、まあ、それだけです。最初だけ。はい、それでここからが本編ですけど、今回作るのは、もう今ここにあります、ずっと、はい、ありますけど、こちらです。新幹線です。でこれなぜ作っとるやって、なぜわざわざ今回動画にしてるのになぜ作っとるやって話ですけど、単純この単品パーツしかなかったからです。はい、実は僕ねダイソー行ったんですけど、たまたまね、はい、特に用事もなかったけど買いたいもんなかったけど、ダイソー行ってそしてしばらくプチブロック新しいの買ってないなと思って、組み立てないからそれで、ね、結構買ってみようと思って、うん、で見てみたら、なんか新幹線シリーズが置いてあったんですよ。でこれもこの一つ、それのシリーズの一つなんですけど、この二つも。でなぜ先これを組み立てないかというと、この新幹線パーツに例えばドクターイエローですと、はい、こういう感じで、あの先頭車両と中間車両の2種類あるんですよね。はい、で無論これが、今出っ張りついてますけど、これも出っ張りついけてるんですけど、はい、ハンダじゃなくて、なんて言ったっけ、なんか忘れたんですけど、僕もねそこまで詳しくないんで、ただ新幹線の形ね、形とかが好きなので、ただ好きってだけですけど、この当然この白いないバージョンも作れます。まあどっちも作ることはできないんですけどね、それはもう買いやったらもう1個買わなくちゃいけないんですけど、このついてないやつも作れるので、で出来も相当素晴らしいです。もう最新見せてないやって話ですけど、こんな感じですからね。うん、で2つセットがあるんですよ、これ。はい、この2つセットがあるんですけど、この2つに関してはこれ秋田小町だっけな、現行の小町、秋田小町の最新型ですね。最新型なのかな、それはちょっと分かんないですけど、この秋田小町に関しては中間車両のみ、多分ね、あの売り切れたか取り扱ってないか分かんないですけど、まあ、なかったので、まさに中間車両のみ買って、こっちもね、先頭車両のみという、これはやぶさだっけな、うん、なんかはやぶさだったはず、確か違ったっけ、囲碁系のはやぶさですね。はい、で当然これ連結できます。はい、連結ガチャッと、こうやってガチャッと取り付けま、取り外したり取り付けたりできます。はい、しかもちゃんと上もこの下のねレゴのね接触部が見えないように、接触部とか上の出っ張りが見えないように、ちゃんとこういう薄型のパーツできちんとねなってるんですよね。はい、それに関してはもうめっちゃいいと思いました。普通ここら辺なんかすげえなんかボコボコなってるようなもんなんですけど、それを防ぐためにもうほんとこれを設計したいとすごいなと思いますね、本気で。出来もいいからね。はい、こうやって感じで、うん、まあ中間車両に関しては当然出来が素晴らしいです。はい、やっぱ中間車両っていうのはあんまり凹凸がなくて結構シンプルな形なので、まあ本物見ると知ったらややこしいことになってるんですけどね。はい、歯車とかいろいろあるんですけど、まあ当然レゴで作る世界やったら、もうブロックとかで作る世界やったらそこまでごちゃごちゃしなくてもいいと思ってるんで、まあごちゃごちゃしたいって人はいると思うんですけど、僕はそこまで、はい、そこまで気にしないっちゃ気にしないので、まあいいかなと思ってます。で先頭車両に関しても当然こういう感じで形が、ね、決まってるので、やっぱそのこの辺はちょっと荒くなってしまいますけど、こういうシンプルな形でやったらやっぱりそのちゃんと素晴らしくできます。はい、まあ言ってしたらこれを今回作っていこうという話です。まあ、これもちゃんと先頭車両中間車両見つかったら、まあうん、またそれをね買ってね組み立て動画あげようかなと思うんですけど、はい、でそっからかこっからが本番です。